はい、サイン水曜中華ナビラインタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、12月の24日水曜日、旧暦のうちなぐいみでは11月の3日となりましたね。さあ、トゥンジ、終わりまして、またますますこう冬寒くなってくるのかなと思いましたら、今日はなんか暖かくなりましたね。お天気の方も良くてですね、午後からはちょっと曇りがちになるということでありますけれどもね、たった今11時沖縄気象台発表の天気をお伝えしますと、南の風のち北の風に変わるということでございまして、だから暖かいんですね。今現在南の風が吹いているということでございますけれどもね、この後北の風に変わります。午後から 50% の降水確率になりますのでね、そういう意味では、また徐々に冷たくなってくるのかなという感じがいたします。明日の朝の最低気温は17度ということでございますのでね、6度ぐらいこれからちょっと落ち込んでいくということになり、そうですね。風も北の風に変わってまいりますから、はい、風も愛してきますからね、気をつけられてください。よろしくお願いいたします。ところによって雨も降るということでございますからね、夕方、クリスマスのイブの日ね、お出かけになる皆さん方はね、どうぞ1枚羽織物も持ってですね、お出かけになっていただきたいというふうに思いますね。この後ね、週間天気予報を見ますとね、気温がどん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 こう年末にかけて低くなってきます。はい、今日の暖かさが最後かなという感じがしますよね。お体を気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、お送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。クリスマスイブも関係なく、イビユンタンジャでスタートしながらですね、やっていきたいと思います。またね、他の番組ではいろいろクリスマスソングもかけると思いますけれどもね、他の番組で、まあ今日のクリスマスの日を楽しんでいただきたいと、私は相も変わらず11時インタンジャー出番ですが、ゲストを迎えての1時間ということでお付き合いいただきたいと思います。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしておりますので、ぜひね、映像を見てみたいなっていう方は、インターネット FM のホームページでご覧になってください。よろしくお願いいたします。それではインタンジャー出番です。1時間お付き合いください。お相手は中曽根智春です。さて、お送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。大変お待たせをいたしました。はい、ちょっとパサパサと準備をしておりましたけどもね。さて、今日のゲスト、お迎えしてお話を伺います。初めてご出演いただくですね、私もの、私の先輩でも 大先輩でもありますけどもね、この方でございます。はい、最後水曜中華なびら、ワンネユンタンジャーナー浜海市チャービタントーマスセンリアビンいとしくみ市長でトラチミソーリー
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、お友さんゴーストでございましてね、はい、いい、本当に今日は突然の出演依頼ということでありがとうございます。ジムロキロキしております。いやいや、もうね、もう何年か前にも一度ね、お会いして、FM みたいなラジオやってますよ、ということで、また聞かれてよろしくお願いしますと言いながらも、もうずっともう日にちが空いてしまいまして、先日またお会いしましてね、はい、お名刺いただいて、ああ、こういうご活動されてるんですねって改めて、あれは確か読み玉してる時でしたかね。そうでしたね。ね、友さんにお会いしてね。はい、はい、もうびっくりしました、こちらも、実は。その時にもちょっとお話をさせていただいたんですけども、そしたらなんと、この前、新聞にね、掲載をされてました琉球新報、これは21日の日だったと思いますけどもね、ちょっとこうあっていう風な形で目を向けた、新聞記事だったんですけど、もう大きく載っておりました自己決定権国連直訴へというタイトルでございまして、何の自己決定権なんだろうかということでありまして、そうすると、琉球民族独立学会総会シンポジウムってありました、ね、あれこれどっかで聞いた覚えある、見た覚えある文字だなと思ったら、新聞ね、拝見しましたら、当然そこには東間さんのお名前もありましたので、あ、そうだったと思って思い出して、名刺を一生懸命探してですね、お電話させていただきました。今日ご出演いただきます、東間さん、琉球この先住民族会ということで、はい。はい、まずその団体の、概要をちょっと伺いたいんですけども、はい。実は私たちウチナーンチュというのは、うん、まあ、私ウチナーンチュと今申し上げたのは、うん、私は沖縄本島周辺がウチナーだと思ってます。あ、はいはいはい、私の名刺にございますよ、うんうん、琉球湖の先住民族会、琉球湖っていうのが、うん、ってね、書いてますね、はい、奄美与論ですね、奄美のところが一つありますし、はいはいはい、沖縄、うん、それから宮古、八重山、うん、大きく分けてこの4つが琉球湖になってるわけですね。なるほどなるほど、ね、でこの琉球湖はもともと同じこの文化を持つ、一緒の、はい、集まりって言いますかね、一つの、団体っていうんですか、はい、だったのが、うん、たまたまいろんなことで、分断されたり、あるいはそのお互いがその、なんていうんですかね、差別し合ったりということもあったということが、うん、やっぱこういうことじゃいけないだろうというのが、うん、今のご時世になっておりますの で、うんうんうん、で私はもう琉球この中でも沖縄の方からいろいろできたらうちの口でユンタクもしたいんですが、うん、なかなかそうできない面、うん、私にもありますし、うん、聞き手の皆さんにもあろうかと思ってですね、うんうんうん、そうですね、まあ、日本語で今話しておりますが、うん私たちが使ううちなぐしは決して方言ではございませんの で、 そうです、ね、うん、はい、私は高校の時にですね、はい、これ日本文学の中でちょっと勉強させていただいたことがあって、日本語には2つの言葉があるということで、日本語というものと、それから、琉球語という言葉が、ね、ね、語源が2つあって、はい、それが日本語の方を、使用する人たちが多いので、これが標準語となっているというふうな印がされてましたね、はい、ううあるいは共通語とか言ったりしてですね、うん、まあ、そういったこともありますし、うん、で私たち の、 その団体というのはやっぱり自分たちうちのアンチは違うんじゃないか、あるいは、うん、自分たち琉球湖に住む人間は違うんじゃないかというところからスタートしまして、うん、なるほど、で一番大きいのはその私たちの持ってる、文化とか、はいはいはい、あるいは言語とか、あるいは自分たちのそういったアイデンティティを、うんうんうん、やっぱりどうもその日本人とは違う、日本民族とは違うところにあるんじゃないかというところからですね、始まりましたところ、たまたまその先住民族というカテゴリーが国連の中であることを知りまして、でそういったふうな、あ、これ面白いなと、あ、これわったうちなのこと、琉球のことだねと、うちなぐちあるいは琉球語というのはもうちょっとその頑張ってそういったところに持っていくことでなんか面白いのがあるんじゃないかとしましたところ、うん、まあ、自己決定権というのが後から私たちも知りまして、ね、自分のことは自分で決めると、うんうんうん、当たり前のようなことなんですが、うんうん、この自己決定権は実はうちなにしか琉球にしかないものなんですね、うん、なぜかと言いますと先住民族だから、うん、逆にだから変な言い方をさせてもらいますと、うん、お隣の鹿児島県や鳥取県や島根県にはない権利なんです、うん、ですから沖縄は違うんです、うん、今は沖縄県という形になっている沖縄ですね、うん、私たちはもうそれを琉球というふうに呼んでおりますが、はい、琉球はやっぱり違う地域ではあるし、うん、違う権利を持っている主体であるということで、うん、琉球この先住民族会というのを今から12年ほど前に、あ、なるほど、組織して今日に至っております。
まあ、でも、確かにね、私たちの歴史の中にも、はい、なかなかこう学びえないところも、正直なところは沖縄県140万人いますけれども、まだまだのところがあるかなと私自身も肌で感じるんですが、やはり琉球の歴史っていうのはなかなか学校で教えられてないという現状もありますよね。そうですよね、やっぱりこう大和の勉強が一番になってまして、はい、うん、はい、まあ、そういったところに、私たちが受けるその精神的なもの、例えばその劣等意識みたいなのがどん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 、はい、そうですね、持っていかれて、結局うちなんちょダメな人たちと、うちなぐちゃダメな言葉、ヤマトンケチャーシンカナンサーみたいな感じのを知らず知らずに植え付けられていくというところに、私は問題があるのかなと思ってですね、やっぱそうじゃないんだと、自分たちも誇り高い民族であるというところをですね、とりあえずは日本を越えて世界で、ぶち上げたところ、国連というところは私たちを一つ の, その先住民族として認めたし、私たちの言葉を、危機的消滅危機にある言語ということで認めていただいて、日本政府にちゃんとしっかりしなさいという勧告も出しているわけですね。ですから私たち の, 求めている、私たちの主張していることは一応世界標準であると、ところが日本では日本の国内では日本の常識は世界の非常識ですからそういう意味で言うと私たちは日本ではまだまだ認められていないと。なるほど、ね、ただしかしアイヌ民族の方々もかつてそういう状況にありましたが、そうか、今はアイヌ民族は歴史とした先住民族として日本政府も認めております、つい先日私国連総会に参加しましたが、はいはいはい、そこにはアイヌ民族の方は日本政府代表団の一員として参加しておりましたから、ええ、そうなんですか。確かにね、北海道を中心にアイヌ民族の皆さん方、今でもねアイヌ村であったりとか、はい、アイヌ民族村であったりとかっていう、そういうところでいろんなこうちょっとこうやっぱりこう先住民族っぽいなんかイメージされた衣装っていうのがすぐ頭に浮かぶわけなんですけども、はい、確かにそれを考えると我々琉球もやっぱり琉球衣装とか、はい、文化、いわゆるそういう、なんですか、歌三線もそうなんですけども、やっぱりこう日本の文化とは、違う、文化をやっぱり我々作り上げられてきているものだと、継承されてきているものだと思いますから、そういう意味では本当にそうですね、そうかもしれないなって思いますよね、はい、私たちだから独自の文化を持っているということは、誇りであってですね、決して劣等感を持つもんじゃないんですよね。そうですね、それをそのかつての私たちが受けた、中曽根さんも一緒だとおっしゃられていましたんで、はい、その教育ではどうもその沖縄の言葉は卑しい言葉と、だからあんた方立派な共通語を使えないと。そうなんですね。そうすることによって、まあ、正直言うと私も私はうちの赤貧賢赤山とんけしてましやらないと東京に行ったっていうのが実はありましてね、そのことがいかにその、今で思うとですね、そんなにいい考えじゃなかったなと。やっぱそれはそれで同化政策というみたいですけどね。そうですね、同化政策、同化されてしまったということで、大和にね、はい、大和に、そういうことで、まあ、同化されちゃいかんと、あるいはその同化の反省をしてもらわなくちゃいかんというのも、私たちのその組織の掲げる一つの大きな目的になるわけです、ね、はい、今この琉球この民族、先住民族会、ね、はい、はい、AIPR ですね、はい、メンバーとしてはどれくらいいらっしゃるんですか。大変恥ずかしいんですが、実際頑張っておられる方々っていうのは、私を含めて6名ほどで、6名で、はい、で支えていただいている会員っていうのがおりまして、これは国連参加支援友の会というのを組織しておりまして、この方々が大体30名ほどと。お、なるほど、なるほど。でその方々 の, ご寄付によって、はい、海外へ行ったりする。なるほど、ね、ただ私も私も何回か国連あるいは外国、海外の会議に出ますけれども、自分がそういったことを分かるために、会からのお金ではいかんようにしてます。お金がないですから、自分自身の勉強のために、はい、自分からも出すお金はないんで、どうするかしたら相手が払ってくれる出してくれるんだったら行くようにしております。なるほどね、ですから今まで今年も2回、去年も3回ほど外国で、会議がありましたが、そういったふうなものに対してはもう積極的に行くようにしておりますが、全て私が言ってるのはもう向こう持ちと、お招きいただいたら、お招きいただいたら、はい、行きますよと、そういう形で。自分自身もお金はあんまりたくさんないから ないですからね、はい、もっと持ってるかもしれないけど、ネイビランドさん
はい、ありがとうございます、はい、でもそういう思いのもとでこのね、琉球湖の先住民族会、そういう活動をなされているということで今日はそういう、ご活動も含めながらまたさらに私の足元であるこの琉球っていう私たちの、この地の中に流れているこのアイデンティティ最近よく使われてますけどそういうものをちょっと、この時間でですね見直してみてもいいかなと思ったりしてトモさんとお話をしていきます。一旦コマーシャル挟みます。
さあお送りしておりますユンタンジャデバンです。ちょっと長くなりましたけれどもね、もう鳥羽先輩の話を聞いてるとなんかこう、あ、こんな話もあったね、あんな話もあったねっていうことでちょっと盛り上がってしまうわけなんですけどもね。さあ、今日ゲストに来ていただいておりますのはユミタンソン、長浜の出身でございますね、鳥羽志世さん、琉球湖の先住民族会AIPR の代表として今日はね番組ご出演いただいております。ぜひともね、まあ、今日思いをですねお話をしていただきたいなと思うし、まだ私たちが気づかない日頃の生活の中ではなかなかこうね、耳にしない 聞かないなって思ったりするようなこともですね今日はね、お話を伺いながら、改めて考えていきたいなと思います。先だっての琉球新報にも掲載されておりました、差別解消への活動強化という、サブタイトルも入っておりましたこの琉球民族独立学会総会シンポジウムの内容だったんですが、やっぱりそこでは琉球湖の、先住民族、という皆さん方がやはり沖縄の抑圧されている状況を国際社会に理解してもらいたいということでですねこういう活動をなされているということで、本当に国連というもう本当に国際機関の中で堂々たる発表もなされている、まあ、その記事もね、掲載されておりますので合わせて見ていただきたいと思います。さて鳥羽さん、はい、まあ、国連の話はちょっと次のコーナーでまたね伺っていきたいと思ってるんですけども、まあ、先ほどはその、琉球湖、まあ、奄美大島から、宮古石垣まで、まあ、そこを含めて、この我々琉球の民族が、やっぱり国連国の中で同じ一つのアイデンティティを持つ団体であると、いわゆる、民族であるということをね、こう訴えなられているということなんですけども、12年前から始まったということで、ね、はい、伺いましたが、はい、そもそも鳥羽さんはどういう人なのかなって、はい、ちょっと興味があるというか気になるというか、そうですね、うん、長浜出身の鳥羽志世さんが 今やこう沖縄県を代表して、あるいは日本を代表してこの国連の中に席を有していくということになっているわけですから、それはもうちょっと興味があるなと思うんですけど、どんなんですか鳥羽さんは。私はもう普通に時志小学校から読谷中学校行って琉球政府立読谷高等学校をちゃんと3年で卒業しましてですね。ちょっと待ってください、はい、あの時読谷高校って琉球政府立って言ってたんですか。そうです。本当ですか。はい、ちゃんと覚えてます私そういったことは。なぜかしたらそういったことをきちっと覚えてることによって自分が、ね、うん、今どういう状況にあるっていうのを、なるほどなるほど、分かってないと次進むのに苦労しますから、それで琉球政府じゃいかないと、これ日本政府に頼らんといかんというような気持ちが、うん、当時は祖国復帰運動ということがありましたからね。だからいかにその自分たちはその早く立派な日本人になろうという気持ちを持たされたかというのは今思うとありますね。なるほどね。まあ、いい例が共通語例語、あるいは標準語例語と言ってましたね。はいはいはい、うん、で大和口使わないと、うちの口でも使おうもんなら、掃除当番させられる教室の前に立たされたり罰されましたから、はいはいはい、あと私たちの場合は方言ほどはなかったんですが、似たような感じのもんがあって、で誰かをその自分の同じ仲間、方言を使うやつを、当時は方言と言ってましたから、それを探して、あいつが使ったってこう先生にチクるわけですよね。あ、なるほど。そういったやり方っていうのもですから、なかなかみんな使わないか、後ろから急に頭たたいてアガーと言った、はいアガー、はい、これうちのアグチっていうやり方はね、よく子供じみた心にね、はい、なるほどね。そういったことをやっぱり繰り返していく中で心の中に、うちなんちはダメな民族、うちなんちはダメな人種、よって私はもっと立派な日本人になろうというのがこう出てくるわけですよね。あの当時って、まあ、我々より先輩世代ですから、トムさんなんかはよく集団就職とか言って本土に行かれるっていうの多かったってよく聞きますけど、はい、実は私の同級生、まあ、ほとんど当時集団就職行ったのは高校行かないで中学からの人たちが多かったんですが、たまたま私も東京行って、夜大学行く関係で昼間仕事せんといかんもんですから、集団就職の人たちがたくさん来てるところに、一緒に工場で働いた経験を持ってますから、よく知っておりますが、でそこからまた少しでも給料がいいところに、当時は1万6000円でした月給が、はい、でちょっと調べてみると東京都庁というところがあって、そこ1万9000円くれるって言うんですよ。3000円高いんですよね1ヶ月。
あこれは魅力だなと思って受けてみようと思って、はいはいはい、無謀にも受けてみたら、1年遅れで同級生と1年遅れで入ってしまって、うんうん、で東京都庁入る時の最初の面接がありまして、うんはい、その面接での最初の質問が、うん、はい、トーマさん、あなたは国籍はどこですかと言われたのを今でも覚えております。国籍を聞かれました。当時要するに沖縄から来てる、琉球から来てるということで の疑問ですよね。日本人かどうかということです。あでこちらも一生懸命立派な日本人になりたいと思ってるわけですから ね日本国籍というのは当時はなかったんで、あ先ほどおっしゃるように、はい、琉球政府籍、琉球政府のっていうんですかね、高校がそうでしたし、で潜在的主権が日本にありますみたいなことを言ったら、向こうも主権は日本にあるのかと、一応潜在でもあっても選択潜在ではないんですがね潜在であってもあるんだったらまあいいだろうという程度で OK したというのは今でも覚えておりますがね。はい、当時はじゃあそうなんですよね、日本国籍ではないから、日本国籍じゃないんですよね、でパスポート持って、はいはい、行くわけですからね。パスポート持って行きました。あですよね、今思うとですね、1972年の5月15日、うん、返還になりましたよね、うんうんうん、あの時わじわじしてパスポート破りしてたの今でも残念だな、もう置いとけよかったなと思いましたねあ、まあ、記念的にはそうです、記念的にはなるほど。あでもその時の思いっていうのは、思いっていうのはこれで日本人だみたいな。そうです、そういう思い、はい、でもそういう思いを持ってるトマさんのような人たちっていうのはたくさん日本国内にいたでしょうね。もうほとんどうちのアンチはそうだったんじゃないかと私は思います。どんなにこのパスポート1枚で苦しい思いしてきたかという、はいはい、そうです、はあ、なるほどね、はい、だからそのパスポート取れない人だっているわけですよ。そうか、例えば政治的な運動をやってる人たちっていうのは、へ、取れないわけですよ、いわゆる出さないわけですよね。なるほどね、琉球政府としては、政府としては、はい、あまあ、当時は民政府が大体その上にいましたからね、アメリカ軍の。あなるほど、軍政府なんだけど本当は民政府と言わさせてましたけどね、そこが大きくコントロールしてるわけですよね、はいはい、でもそういう環境の中で、ね、私たちがでも、まあ、ちょっと短い時間ですけど、やっぱりこう先輩方聞くと、日本国内集団就職行っても現地でこの琉球人韓国人お断りなどという表札が居酒屋の前にあったりしたんだっていうことを聞きましたけど、うん、実はそれ私も当時私が行って 4,5、うん、年ぐらい経ってでしたっかね、北区赤羽の飲み屋で入り口に沖縄県人お断りという看板があって、それが新聞に出た、ニュースとして新聞に出たのを私は今でも覚えております。現地の新聞で、東京の方で、はい、ですからそれはまあ内容としてはその、うん、飲み屋ですから飲んだら酔っ払って、酔っ払ったらちょっと暴れたっていうの、たまたまそれがうちのアンチだったからそうなったのかどうかっていうぐらいだと私は思うんですが、どうもそのやり方っていうのがちょっといかがなものかなと、今だったらもう大変な人権問題になるわけですけどね、当時はそれがまあ許されていたかどうか分かりませんが、そういう事件としてあったのは覚えております。なるほど、ね、それ以前にもたくさんあることありましたよ、まあ、そうですね、いろんなね、復帰前はたくさんありました、ね、あそうですか、私は復帰前も東京におりましたんで ね、 あなるほどね、復帰後もちょっとおりましたんで、復帰後少しもう簡単でいいんですけど、復帰後どうですか、日本いわゆる向こうでは変わりました、沖縄に人に対する思いっていうのは。私は感じませんでした。なぜかというと私はもうその当時立派な日本人と思ってますから、あ自分自身でね、はい、大変申し訳ないなと思ってですね、いえいえいえ、それが当たり前かもしれません、うん、はい、こういう少しのトマさんとね、私が聞いている範囲のお話をさせていただきましたけど、まあ、こういう、復帰前後に事例があったということをお伝えしながら次の話に進めていきたいと思います。一旦コマーシャルです、はい、
さあお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、琉球湖の先住民族会 AIPR というふうにね、ぜひ皆さんもね、あこういう団体があるなということを覚えていただきたいなと思いますけどもね、本当に私たちを本当に代表してっていうか代弁して、本当に国際機関にね声を届けていただいているということでございます。いろんな形の目的があると思いますけども、この辺の話もですね伺いながら進めていきたいと思いますが、実はあの先だって、トモさん、はい、まああのこの21日20日の日にですね琉球民族独立学会っていうのがありましたけど、はい、その前にあの実は新聞にもあの掲載されておりましたが、あの国連総会に参加したっていうことがね大きく掲げられておりました、はい、その時の話をちょっと伺いたいなと思うんですけどもね、はい、分かりました、うん、まあ、実はあの私たちが参加してます先住民族の集まりっていうのは、うん、はい、ジュネーブで大体毎年行われておりまして、ジュネーブで、ジュネーブにはもう私たちの代表を送ったりですね、うん、送れない場合はどっかの団体に、うん、私たちはこう考えてますという文書にしたためて、うん、これを向こうで発表してくださいというお願いをしたりという形で、過去10年以上も渡って参加ずっとしてきたわけですね、はいはいはい、まあ、そのことが認められて国連から NGO として、うん、2012年に正式な NGO 団体として認められております。あ、なるほど、これ非常にありがたいことでですね、すごいですね、なぜかと言いますと、そうするとあの、自分たちがこの今まではこの会議に行きたいけど行っていいですか、うん、っていう形で、うんうん、だったのが、うん、今度は国連が認めた NGO ですから、うん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 、もうすぐはいこれ行きますっていう形で、うん、もう通知するだけで行けると、はいはいはい、もう参加権利があるわけですね、参加の権利があるわけですね、うん、出てくるわけです、まあ、そういったことで、まあ、沖縄では唯一国連 NGO を名乗るのは私たちであると、うん、まあ、NGO というのはもうご存知と思いますが、うん、あの私はこういうふうにあの理解するんですよね、うん、ノージンゴアオーガニゼーションが NGO じゃないかと思うぐらいで、ね、ノージンゴアオーガニゼーション、はい、もう本当に貧乏しておきます、ですからあのリスナーの皆さん方もしそういうのがあの少しでもあったら私たちにご協力いただければというのが毎日こういったことに出る大きな目的にもなっております。でもね、あの本当にこうご賛同いただける方々ね、はい、NGO に対しての、ね、活動に対して、ぜひご賛同いただける方、本当にね、はい、この、琉球湖の先住民族会の方にもぜひ、そうですね、正式にまたあの募金募集もやらないといけませんね。そうですね、ぜひそれはまた後で寄付も、はい、募金も、まあ、国連の話からそういうことです、ごめんなさい先に行きましょう、はいはい、9月21、22と国連、まあね、ニューコンプで、そうですね、あの国連の先住民族10年というのが過去2回行われて、はい、つまりもう20年経ったわけです。でこの国連先住民族10年の2回目の節目として、うんうんうん、国連総会で国連先住民族会議をやろうというのが2012年に実はありまして、でそこからその準備で、アルタの会議、これはノルウェーのアルタで先住民族世界会議の準備会議がありました。アルタの会議に私も出ました。それから昨年はアジアだけの戦略会議も、これはマレーシアでクアラルンプールでありました。そこにも私も出ました。まあ、全てこういった会議は向こうが持ってくれるというから行ったんであって、私に出せと言われたらちょっとという、まあ冗談半分ですが、いや本気ですよ。まあそういうので、あの世界会議の準備をずっと進めてきて、で今年、第69回の国連総会の一つとして先住民族世界会議が開かれたと。つまり総会なんですこれは。ですから総会ですから総会の決議があります、うん、まあ、そういう総会決議も、あの先ほど中曽根社長には見せしたのがありますが、うん、そういった、はい、決議もされるのが、この度の、2014年9月21日から行われた、うん、国連総会の中の先住民族会議、これはニューヨーク の国連本部で行われました、ね、まあ、そこにそうですね、アジアからの代表団が60名ぐらい、うん、それから日本政府は日本政府代表団という形で出ました、うん、で私も当然、アイヌの方々が日本政府代表団でしたので、うん、日本政府に要請に行った時に外務省のお役人の方には琉球も加えてくださいしたら、うん、あの県もほろろにというか、いやあなた方は沖縄県民ですからという軽く断られてしまいました。あ、なるほどね。まあ、もっとも私はその時点でアジアの代表で行くことは決まっておりましたので、うん、まあ、それで、まあ、ダメでもともとで、まあ、まずは行ってみようと程度の感覚でやりましたけどね、うん、まあ、そういう形で私はあの、うん、
あのアジアの一員としてあの国連に参加をしたということです、うん、まあ、そういったことがどういうことかと言いますと、アジアの先住民族団体も私たち琉球の先住民族として認めているし、あと国際会議行ってます、国連に行ってます、国連ももちろん認めております。ですから国連からもちゃんとこの度は招待状が来たわけです。でこの招待状にはですね、往復の飛行機賃と向こうでの宿代は 1泊100ドルずつ出すという形で、これにはあの交通費も含みますよという形でちゃんと書いてあったんでホッとしました。そうですよね、来ました。おいでっていうのは簡単だけど ね、 そうなんですよね、いざ行くとなるとね、我々ちのチャンスがって話ですからね。、はい、簡単に言えば、はあ、そうなんですか。あ、でもそういう方、それぐらい重みのあることであるということで、国連側が認めているということなわけですよね。そういうことだと理解してよろしいんじゃないでしょうか、うん、そうですよね、はい、はい、まあ、そういう意味では明日こううちなこの琉球湖というね、琉球民族っていうものが本当にこう国連から認められた、はい、アジアも、そういう地域の皆さん方も琉球民族っていうのは認めてる。それは当然ながらその琉球王国時代にやっぱり外交的な、交易もねたくさんこう兼ね備えてたっていうのはもうすでに、諸国認められてることがあるからだと思うんですよね。そうですね、あの、うん、それも私たちの心のどこかに、うん、あの一つずっと連綿と続いてきたものなんじゃないかと思いますね、うん、それがなければ、うん、私たちうちなんちというのはうちなんちのアイデンティティを求めてっていうんですかね、うんうんうん、うちのアンチのそういう気持ちを外に出すということはなかなかできなかっただろうと、うん、そうですね、先人たちのそういったふうな、かつてこの切り開いてきた、ね、まあ、私たちうちなでは大気というのがありますね、うん、そういったのがもう毎年あの祭りでやるわけですから、うん、あれは私は素晴らしい一大ページェンだと、ね、だと思っておりますし、ああいったことこそ歴史教育の私は、うん、そう行ったんだと思ってますんで、これは僕も思ってて思うよね、これぜひね、うん、今後も続けていただければと、ね、あの思う次第です。まあ、そういったと足元からしかあの、うん、自分たちのことは始まらないわけですから、まあ、そうすることでいろんなことにそういったことが応用が効きますよね。今まさに中曽根社長おっしゃったように、うん、私たちうちのアンチの誇り、ユンタンジャンチの誇り、うん、これがやっぱしみんなそれぞれに持ってるからこそ、うん、どっか外へ出かけていっても、うん、あのおじけずにですね、そうそうそう、うん、こう発表もできたり堂々たる、ね、物を入れたりすることがあるのかなと思います、うん、ね、はい、まあ、でもそういう国連で発表するっていうのはそれは大変なことなんですけど、はい、具体的にその発表の内容っていうんですか、はい、まあ、今回の同行団の、ね、メンバーとしてあの新聞でも掲載された、国会議員の糸数恵子さんもね、はいはい、琉球民ね、衣装で参加されて、はい、あれもインパクトがありましたけどね、私たちからすると、まあ、実は糸数恵子さんには私の方からお声をかけましてですね、うんうんうん、どうですか糸数議員、あの国連というところもあってそこでいろんなことを言えるんだけど、まずはあれは7月でしたんで、8月にはその人種差別撤廃委員会というのがあって、ええ、そこでできますよ、話ができますよって言ったら、うんうんうん、彼女もさすがだなと思ったのは、うん、2つ返事ですぐ行くとおっしゃっていただいたんで、はい、はい、慌てたんですがね、私は、うん、じゃあっていうんで私たちができることは全部やりましょうという形で私たちをバックアップしてくれてる、うん、また NGO とか団体おりまして、そこと連絡を取りましたら、そこも大歓迎をしていただいて、で恵子さんも大変この素早い動きで国に対して即座に、まあ、国会議員ですから、はい、あの国会議員としてのそういったものをあの国に対して要請をして、それが認められたのが8月のジュネーブの人種差別撤廃委員会で、そこでこの彼女の言い分が認められ、うん、通って日本政府に国連からの勧告も出てるわけです。あ、そうなんですか、はい、すごいですね、そういったことがそっちにあって、次じゃあ9月に世界会議、先住民族世界会議があるから、うんうん、はい、国連総会、これはニューヨークですよ、今度はジュネーブじゃないですよ、したらじゃそれも行きたいと、そしたらそれを国連に行きたいということで、うんうん、あの外務省の方に要請をしていたら、私もその時一緒にいたんですが、うん、外務省の方としては今準備を進めておりますと言っといて、僕らが要請時にはそうだったんだが、うん、2日もしないうちにあのできません、断られちゃったんです。あ、そうなんですか、はい、で断られた時にじゃあどうすれば参加できるのかなということで、私は世界中の仲間に実は呼びかけるわけですね、うんうん、はい、つまり私たちをバックアップしてくれている市民外交センター、これは東京に本部があります、うん、この方々を通してですね、世界の人たちにこの実は琉球 の、 あの国会議員が政府 の、 あの邪魔にあって、うん、
今回の世界会議に参加できないんだけど、うん、方法ないかしらということで言いましたら、うん、これバングラデシュの人で、うん、デバシシュロイっていう、まあ、私の友人でもあるんですが、はい、彼が正直言うと 裏で、うん、一生懸命頑張ってできるようにこの、うん、まあ、変な言い方プッシュして、うん、まあ、圧力かけて、うん、はいはいはい、で糸数さんには2日もしないうちにまた今度はすぐ招待状が来たと、うん、ただし糸数さんの場合は私と違ってかなり遅かったんで、うん、もう予算面を打ち切られているんで、うん、あなたに招待状を出すけれども、うん、金額面については申し訳ないが自分でやって来てくださいという形の内容だったように私には思います、うんうん、だけども招待状が来れば締めたもんで、ね、はい、行けますからね、国連に、はいはいですね、参加できますから、うん、まあ、そういうことで、まあ、世界の仲間たちの大事さというのをそこで考え感じましたし、すごいですね、私たちをバックアップしてくれてる団体、うん、市民外交センター、うん、これを SGC と言ってるんですが、うん、この市民外交センター の上村さんっていう立派な この方は大学の先生今やってるんですが、うん、昔は一その市民運動 のリーダーだったんですがね、うん、今はもう、まあ、前から立派ですが今でも しっかりと学生さんたちに講義をやって、その学生さんたちがまた立派な外交市民の外交センターも、うん、まあ、支えながら立派なその社会人になって、うん、後から私たちもバックアップしてくれていると、うん、まあ、その中にはなんていうんですか、彼の教え子の中には、うん、市会議員もおりますし、あと弁護士さんもおりますし、うんうん、またいろんな大学で教えてる先生たちもおるんで、うん、こういう人たちが大変私たちをバックアップしているということがまあ、あるわけですね、まあ、そういう形 の、うん、会議が世界先住民族会議、そこに、糸数恵子さんが参加できたと、うん、これは非常に大きかったなと、でさらに参加できただけじゃなくて発表ができたということです、うん、ね、これがすごいですよ ね、 すごいですよね、あ、参加するだけではなく、はい、まあ、それだけも大変ですけど、うん、本当におっしゃるように、でもそこでね、こうコメントアウトできたっていうことはね、やっぱりこれが世界中に伝わるわけですから ね、 ですね、実は同じその分科会に日本政府も、うん、私たちもやりますって出していたんだけど、うん、糸数さんが発表した途端に切れました、うん、要するに時間切れで終わりになって、日本政府は結局その分科会で発表できなかったんですよ。そうですか、はい、そういったおまけもついてですね、なるほどね、ですからそういった点では糸数、さんについて申し上げますと、うん、大変なラッキーなこと、あるいは大変ないろんな裏でのいろんな人たちの努力があるなということを私は感じた、うん、ね、今回 の世界会議でした ね、うん、ね、はい、まあ、そういう、ね、日頃からのお付き合いの中でもう真摯にやっぱりこう伝えていくことによって理解する人たちが一人一人とこう各国一国一国増えてきてるっていうのも現実 そうですよね、はい、まさにその実感を味わった、まあ、今回の国連のでの会議だったということでございます、はい、ちょっとここに私の手元に資料がありまして、はい、糸数議員がどのような発表されたのかということをちょっとね、かいつまんでお話しします、まず日本政府の先住民族の権利の履行に関しての立場を歓迎することを表明し、琉球民族を認めていないことに遺憾の意を表したと、国連先住民族権利宣言を引用して自己決定権の行使と、琉球民族が長年日本国内で米軍基地の集中に苦しめられたこと、さらに新たな基地の建設に反対するのは先住民族の権利行使をかなっていると主張ということでございまして、まあ、これが国連宣言30条に違反すると訴え、日本政府の琉球沖縄の先住民族の意見を尊重するように求めたという中で、ね、記されているわけなんですけども、このについてのですね、お話をまた新脇に最後にですね、はい、取りまとめる形でまた、トモさんにお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では一旦コマーシャルをお届けいたします。エンディングです。Thank you.
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは、琉球湖の先住民族会、AIPR ということで、海丹村、長野のご出身になります、トーマ七世さんお招きしてお話を伺っております。お友さんも時間早くてもう長 長いなって思いながらもですね、す気がつくともうエンディングでありましてですね、なかなかねやっぱり12年、あるいはそれ以前の、ね、からのね沖縄の人たち自分たちのその、琉球というそのアイデンティティに対する思いっていうのはもう本当にこんな短い時間では語れないもんだと当然私も思うわけなんですけどもね、今日はまあご看病いただきたいなと思いますが、でも あれだけまあ国連に行かれて、そして、我が読谷出身でもあります、豊和参議院議員ともにですね、やっぱり国連の場でまたそういうコメントアウトができたっていうのは先ほども申しましたが、とてもすごいことだなと改めてこういうことをですね、私はそのラジオを通して地域の皆さん方にこういう活動を沖縄の人がやってるんだということをまあお伝えしていきたい、そしてまあ今日ね、インターネットでもお届けしてますので、そういう映像として記録としてやっぱ残せるということをですね、まあ、これからも続けていきたいなと思っておりますが、まあ、もう最後になりますのでね、はい、どうぞ、この、AIPR という琉球湖の先住民族会というまだまだやっぱり知らない方々すごい多いと思うんですよね、はい、でもなんていうのかな、心の中に持っているものはみんなやっぱある、私自身も当然あるわけですよ、そうですよね、はい、はい、やっぱりおったうちなんちゅっていう、うちなんちゅなんだよっていうね、うん、でそういう思いの中でいろんな活動をなされている方がたくさん確かにいらっしゃいます、基地反対も含め、それから、琉球独立というね、今朝も新聞も載ってましたけども、そういういろんなその私たちの琉球のアイデンティティっていうものをいろんな形で、敬意を成しているっていう人たちはたくさんいるわけなんですけども、まあそこら辺でトーマさんがこの琉球湖先住民族会が今後どのような方向に持っていきたいのかな、進めていきたいなと、はい、いうことをちょっと伺いたいなと思います。そうですね、はい、まず先ほど来中曽根社長おっしゃってるように、うん、うちのアンチの誇り、あるいはそのユンタンジャンチの誇りですよね、うんうん、そこから始まるのかなと、私もですね、はい、ユンタンジャに生まれて長浜に生まれて、うん、昔はね長浜って言ったら大変ふにしの またさらにこの偏僻なところという感じで、うん、みんなから少しちょっとおばっかりされたようなところもあってまあ最近は読谷のビバリーヒルズとも称されるような確かにそうですよね、まあ、そういうこともありますが、まあ、人によっては読谷のチベットじゃないかという人もいるんですが、まあ、そういったことをいろいろ置いといてもですね、うん、自分が生まれたところをやっぱし、うん、まずは誇りに思う、自慢する、これ大事だなと思います、うん、まあ、そういうことが実はそのこの度の糸数恵子さんも私と一緒に読谷中から読谷高校を一緒に、うんうんうん、同じ時期に行ったということが大変誇りに思いますし、その方が国連まで行って国会議員であることは皆さんご存知なんですが、国会議員でも活躍してるんですが、国連でもこうやって活躍ができた、こんな素晴らしいことはないなと、私はこれをまあ声を大にして誇りにしたいなと思っておりますし、まあ似たようなことがですね、うちのアンチュがヌーナイがじゃなくてですね、そうですよ、日本でダメだったら世界で行ってやればいいじゃないかっていうぐらいの気持ちをですね、皆さん方が持っていただければ、うん、まあ、ユンタンジャン人ダメっていうことはね、ダメやさじゃなくて、はい、やっぱりそれはもうもっとこの土俵を広げてですね、大和にも行っていいじゃないですか、それから世界に行っていいじゃないですか、うん、こういう人たちたくさんいますよね、東南アジアで活躍してるうちのアンチュたくさんおりますよ、うん、でいろんな形でそういったこうできるという気持ち、湾岸ないっさという気持ちをみんなが持ってもらえれば何でもできますので、うん、そういうことが結果私たちのウチナーを、あれユンタンジャをもっともっと良くするんじゃないかなと、うん、私はねウチナーよりか先にユンタンジャなんですよ、やっぱ FM 読谷が大きくなって頑張っている姿が世界に分かることが一番大きい、はい、そしてそのことが読谷をもっと、うん、アピールしてくれる、はいはいはい、そうですね、読谷がアピールしていけば、うん、隣の嘉手納も女さんも頑張る、うん、そうすると結果うちなーがもっと頑張る、うちなーが頑張れば大和もなんかこのまま黙ってはいないでしょうから、うん、頑張っていただければ結果としてみんなが頑張る、うん、そういったのが私たちの、まあ、私の、気持ちでありますし、私たちの団体というのは、うん、こういうことなんですよと、うちのアンチはこういうなことなんですよということを、うん、もし分かってなかったら、うん、みんなに知っていただきたい、まず一つはその、うん、うちのアンチは先住民族であると、先住民族というのは何も
頭の悪い民族とか、うん、ダメな民族じゃなくて、うん、こういう立派なあのものを持っていながらも人間みんな立派ですからね、うん、それをそのどこからの人たちの圧力であんた方は立派ではないんだとあんた方はダメなんだと思わされてしまった民族、うん、でも実際はそうじゃないということを改めて知った時のそういった私たちのそういった、うん、あの驚きっていうんですかね、うん、自信はもうそこから取り戻すことができるんじゃないかなと思ってですね、ぜひあの聞いておられる方々いろいろとあの毎日毎日であのいろんな嫌な思いもあろうかもしれませんが一つそういった気持ちを前に出してですね、うん、今いるところに一歩先へ進むぐらいの気持ちでやっていただくとまた見える世界が違うのかなと思いますので、うん、ぜひ皆様方にあの私たちの気持ちも伝えながら、うん、私たちがさらに今度あの国連の世界社会、うん、国連でですね、はい、発表できることを、うん、あの後押ししていただければ、うん、そのためには NGO ですので、ノンガーバメントアソシエーションとも言うんですが私たちはノージングはオーガニゼーションになってしまっておりますのでぜひそこら辺もご理解いただければ何かの時にまた皆様方にお訴えしたいなと思いますので、うんうん、そうですね、今日本当に、こういった場所で、1時間時間を作っていただきましてありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございます。ぜひ本当にいろいろなですねご活躍をなされている皆さんからいらっしゃると思います。そういうものもですねトマさんを通してまた伝えることができます。今ネットの方でもですね写真を少し小さく映像を入れてますけれども現地アメリカ等の方でもうちなんちゅが本当にこう協力していただいたりとかされていたということでね、はい、頑張っておられますんでね、うん、うちなんちゅはありがたいですね、はいはい、世界中で頑張っておりますよ、うん、はい、まあ、そういうね皆さん方の思いもあってやはり、またうちなよと、のが琉球やってるものちゃうのとかというふうにね思っている方々も多いんじゃないかなと思いますが、でも、そういう訴えをしていく中でやはり、私たちの自己決定権という確かに素晴らしいことだと思います。今回の知事選もそうでしたけれどもやはり、うちなのアイデンティティというものを、またうちなんちの思いをということを、ね、お話しされた、知事が選ばれました、はい、まあ、それは民意であるということでね、まあ、選挙という私たちはもう民衆的な立場でですね結果を作らなければなりませんから決まってしまえば、ぜひいい方向に沖縄をね、はい、進めていっていただきたいと思いますし、また、海外でもこうやってトマさんなんかがね、国連で訴えたりしていただけることが、つながっていただければいいなということを期待したいなと思います。ありがとうございます、はい、頑張ります。その代表の方々がねこう読谷のもうご出身であるということで私もまた誇りを持って、我が、読谷村先生、FM タンもまた頑張っていきたいと思いますから、トマさんこれからも一つよろしくお願いします。 FM タンを応援しておりますんで。ありがとうございます、はい、87.6 を78.6 いつも失敗すんだな。いやいやいや、ありがとうございます、はい、ぜひまたねこれからも、まあ、お体を気をつけてご活躍を期待したいと思います、はい、また時折こういうことがございましたらぜひ私たち FM なんで地域の皆さん方に読谷の皆さん方にまずは、足元のね読谷の皆さん方にもこういうお話をどん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 伝えていきたいなと思っておりますのでこれからも、はい、時折またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お送りしてきましたユンタンジャ出番ですよ。今日はですね琉球湖の先住民族会 AIPR ということで、新聞にも掲載されておりました。先だって総会でもですね、私たちの自己決定権を、ぜひ持とうじゃないかということをですね、国連の世界の立場で訴える団体として今日は代表のですねトーマス・シセイさんをお招きしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。